パリゴリンが閉幕してもなお、ギリシャ史、エスノス、の怒りは収まらないようだ。同志は大会期間中に、フランス人よ、恥を知れ。我々はここ数十年で最悪の五輪を見せられている、とパリゴリンを球断。フランス選手が審判に優遇され、ギリシャ選手が敗れたとされるフェンシング競技や、 同じくギリシャ選手がフランス選手に不当に敗れたと主張する柔道などを例に挙げ、さらに汚染されたセーヌ川で競技を強行した大会組織委員会を非難した。この報道後、複数の仏メディアから批判の声を浴びたものの、同志はさらにやり返した。大会後に改めてパリゴリンの批評記事を公開し、大会は成功に終わった。撤退に違う。 閉会式がどれほど壮観で完璧だったとしても、パリゴリン主催者の醜さをカバーすることはできない、として、パリゴリンの銃の過ち、を指摘した。一つ目が、セーヌ川の汚染、で、泳ぐ環境になく、なぜアスリートを大腸筋まみれにしなければいけなかったのか、と非難。二つ目は、未熟な運転手、とし、 何百人ものバス運転手を地方から採用したが、数十件の交通事故や道の間違いがあった。彼らは道を知らなかったのだ。日頃パリでバスを走らせている運転手は、組織委員会と条件面で折り合いがつかなかった、と説明した。一つ目が、飲料水の提供がない、点。 2004年のアテネ五輪ではジャーナリストにペットボトルウォーターが提供されたが、パリでは水飲み場が案内されるだけだった。とし、つ目には、広報サービスを挙げた。ジャーナリストに対する大会広報の対応が受け入れられるものではなかった。ある英国人記者は、クソタレと評価していたし、ローマに本社を置く通信社、IPS の記者は、 悲劇的だ、と言っていた。つつめは、地下鉄、だ。大会招致時には、観戦客は無料、とアナウンスされていたが、結局はアナウンスだけだった。実際は大会期間中だけ2倍、2.1ユーロから4ユーロイコール約650円、の値段になった。さらに経路や校内で迷う人も続出。 障害者用エレベーターの少なさも指摘しておくべきだ。うっつめが、ホスピタリティの欠如、で、道に迷ったのはジャーナリストや観戦客だけではなかった。ある小国の選手団は、競技場までの道がわからずに首都の通りを徘徊。そして試合で敗れた、と記している。選手村の不備、が七つ目で、食堂の質がひどく、部屋の清潔さも不十分。 イタリアの競泳選手トーマスチェッコンは公演で安らかに昼寝をしていた、と記載。八つ目には、男子バスケットボールの決勝で優勝候補のアメリカにフランスが敗れたが、明らかにフランス有利の判定がいくつもあった、と、改めて開催国チームの優遇を挙げた。フランス選手やチームに対する審判の判定に関しては、以前にも同志は指摘していた。 9つ目がメダルの劣化についてスケボー男子ストリートで銅メダルを獲得したナイジャ・ヒューストン、米国がメダルの品質に不満を表したヒューストンはまるで戦争に行って帰ってきたかのようだと皮肉を込めた主催者は傷んだメダルは交換すると発表したと大会組織委員会の不手際を記した最後に挙げたのが 感染客への暴利行為だった主催者だけでなくパリのプロフェッショナルもメダルは獲得できなかった感染客へのぼったくりは普通しルモンドも取り上げたあるカナダ人観光客はテラス席で頼んだコカ・コーラ一杯が7ユーロ約1100円だったと嘆きさらに警察官に道を尋ねたところ立ち止まるなとフランス語で叫ばれたという このように、パリゴリンの銃の過ちを記した同志は、一方で、構成を期すために言えば、金メダルに値するのは、すべての競技場やスタジアムを埋め尽くした観客だ。時にはフランス選手、チームの対戦相手にプレッシャーをかけ、時には勝者を称賛。常に力強く声援を送っていた、と。 各会場を埋め尽くした観客に高評価を与えた。続けて、五輪という巨大な運営組織において、常に誤りは指摘される。そしてフランスは政治的不安定の中で、経済問題にも直面しながら最善を尽くそうとした。成功しなかった、としても、重要なのは参加すること。それは五輪のモットーだ。私たちはフランス文化。 パリの光の質、印象的な鉄の巨人エッフェル塔、皇帝ナポレオン、シャルルド・ゴール将軍、ボルテールの歴史、エディット・ピアフの声を評価するために五輪を待っていたわけではない、と記載、ダブルコート、成功しなかった、としながらも、一定の評価を下している。最後に同志は、フランスは五輪があろうとなかろうと、 世界の文化的な中心地であり続ける。かの哲学者ジャンポール・サルトルはこう言った。もっといい時代があるかもしれないが、これは我々の時代だ、と記した。